四半期ごとにお送りしています小松社長インタビュー司会進行役の上甲あかりです特集編では小松の強みや将来に向けた取り組みについて毎回テーマを設定してお伝えしていきます今回の特集編では中期経営計画の基本戦略の一つである既存事業の成長戦略の具体的な取り組みについて大橋社長にお話を伺います 大橋社長よろしくお願いいたしますよろしくお願いします2013年4月に策定した中期経営計画では企業価値向上のための三本柱としてイノベーションによる成長戦略と既存事業の成長戦略土台強化のための構造改革を掲げています小松は強みを生かした二つの成長戦略と企業体質の強化を狙う構造改革により コアビジネスである建設鉱山機械事業産業機械事業での成長を目指していきますこの中から今回は2番目の既存事業の成長戦略についてご紹介いたしますではここから大橋社長にお話を伺ってまいりますこの既存事業の成長戦略ですけれどもどのような活動なんでしょうか はい、あの建設機械や鉱山機械など我々のコアビジネスにおきましてはお客様が新車を購入し現場で稼働させそして使い終わって車両をスクラップにするまでの間にはリテーーテルル、ファイナンンス、ス、スサービビ部品、レンタル中古車など様々などジネスが連鎖しておりますそれを我々は価値の連鎖バリューチェーンと呼んでおります。 既存の研究ビジネスにおきましては、はい、我々は価格競争から一線を画しこのバリューチェーンでのビジネスを拡大してていいきたいと考えておりますバリューチェーンの拡大といいましてもどのよううにしししてて拡大していくんでしょうかまずお客様は我々の車両が故障などで止まることなくより多くの仕事をより短い時間でこなすということを期待しております。うん、その期待ににに応えるために第一に 我々は車両の稼働率を高めたり生産性を高めたりする部品サービスアタッチメントなどを提案することでビジネスチャンスを拡大できると考えております、はい、第二の切り口がお客様がご負担される経費を低減することですその際に非常に重要なのがお客様のライフサイクルコストの把握でございます、はい ライフサイクルコストというのは車両の購入から中古車の売却もしくはスクラップするという製品の一生を通じて発生する費用の合計を表しておりましてその中には本体の費用、修理あるいはオーバーホールの費用整備費、燃料代オペレーターの費用、うんはい、中古車の売却益などが含まれております。 ライフサイクルコストにおいては、はい、本体価格より本体購入した後に発生する費用の方がずっと高額でございます,ですはい。でライフサイクルコストをよく分析して<っ>効果的にこのコストを下げる商品をご提案すればお客様のメリットも大変大きいとそしてまた我々にとっても新しいビジネスチャンスになると考えますそういう意味で、はい、ライフサイクルにはリテールファイナンス、うん、それからサービス、部品、レンタル 中古車の再販など新車販売後に発生するビジネスが多くありましてこれらの分野でライフサイクルコストの分析改善提案を切り口にしましてビジネスチャンスを拡大していくことが大事であります、うん、その機械のライフサイクルコストというのはお客様ごとに違うものなんですかえ、あのお客様によってそのライフサイクルコストは全く違います,、えー、す使われる環境によって異なります、えー、例えば中国では燃料費、はい ライフサイクルコストの多分4割ぐらいを近く占めておりまして燃費のの良いい商品ととうのが多分評価されると2013年の2月にですね私どもは燃費を大幅に改善した PC200-8M0 というものを中国で発売しまして作業量と低燃費が両立されているということで大変今評判をいただいております。 つまりそのお客様にとって何が適切なのかをより細かく知っていくことが大切ということですかねはいあのその通りですもっともっとお客様との関わりを深めて機械が使われている現場に通じることがますます大事になってくると思っておりますはい。はい、きめ細かくお客様のライフサイクルコストを知るということが大事ということでしたけれども、はい、そのライフサイクルコスト自体はどのようにして把握されているんですか これもなかなか難しいんですが現場に行って直接現物をよく見るということはもちろん大事ですけども我々はそれ以外にコムトラックスを使えるのが小松のがコ強みだと思っておりますあのコムトラックスを使いますとお客様の現場や機械の使われ方これを日々把握して現場の特性に合わせた機械の効率的な使い方や点検整備あるいは消耗品の交換などを提案することができお客様にとって 稼働率のアップや燃料費の削減にもつながると考えております、はい、そうやって把握した情報から具体的にはどのような提案やサービスを行っているんでしょうか例えば日本アメリカヨーロッパでは <A> 2011年からあの排活規制ティア4対応機種を,これを導入いたしましたこのティア4機種の新車の購入の時点に付帯されるサービスプログラムコマツキアというのも合わせて開始いたしました これはコムトラックスの稼働データをもとに従来標準保証は一年だったんですがこれに加えまして無償のプログラムと有償プログラムで構成されましたメンテナンスやパワーラインの延長保証を組み込んでおりますお客様にとってはきめ細やかなメンテナンスで機械が長持ちするというメリットがありますしまた小松や代理店にとりましては整備や部品交換などでお客様とその他の保有機種と 接する機会が増えまして部品の拡販などにもつながっていくと考えております。お互いいい、にととってプラスというわけです、ねはい、そですすはそ、い、の通り今日米欧でのサービスプログラムをお伺いしたんですけれども新興国の市場に向けてはどのようなサービスプログラムを考えていらっししゃるんでしょうか、はい、あの新興国でも同じようなことをやっておりますが例えば、はい、新興市場,市場でありますタイでは、はい、車両を長時間稼働させる傾向が非常に強いということで車両が故障しない。うん 現場を止めないということが何よりも強く求められておりますので、はい、新車の販売時点で3年間7000時間の長期メンテナンスをセットで契約する B コネクトという有償サービスプログラムを2010年から導入いたしましたでこのお客様はこの B コネクトワランティーという契約をしていただきますと、はい、代理店が定期的に整備を行うことで 保証を予防することができまして機械の稼働率が上がるということになりますしまた修理費の低減にも結びつきまして最終的にお客様のライイフサイクルコストを低減できるとということになりますその地域ごとによって違うお客様の,そのニーズをうまく把握してお客様に合わせた提案をすることでお客様そして代理店そして小松という3社が ウウウィウィウィンンンの関係になるというこりでしてやはり我々はコムトラックスを活用したサービスによって機械の稼働率を上げるとともに先ほど申し上げた,したライフサイクルコストを削減するということでアアイデまままだまだ山ほどあると思っていますこのようなサービス契約ビジネスを強化することでお客様との関係性を深めて我々も事業をどんどん成長させていきたい。 と考えておりますす楽しみですねそ,ですそしてこれらの,あのサービスと並んで部品の重要性も高まっているというふうに伺ったんですけれども部品事業の今後についてはどのように考えていいらっしゃいますか先ほどご紹介しましたように新車の購入後も車両がしっかりと性能を発揮し続けるというためにはです定期的な部品交換が不可欠でありますしそういう面で今後アフターマーケット部品事業というのはさらに重要になってくると考えております。現在 世界中の市場に動いている車廃車台数と呼んでますが廃、はい、車台数が増加しておりまして必要な部品の量もどんどんん増えております、うん、私どもはこれをビジネスチャンスと考え捉えまして、ええ、さらに高性能長寿命でより付加価値の高い部品の開発を行うということによりましてお客様の機械の稼働率の向上につなげるとともにライフサイクルコストを低減していきたいと考えております。はい、また 消耗部品いわゆる足回りの部品だとか、えーえー、バケットや爪、ツースあるいはフィルターのようなものですが消耗部品や再生部品あるいはアタッチメントなどの拡販も積極的に行ってていいきたいと考えておりますあの今、画面でご紹介していますように建設機械や鉱山機械に必要な部品というのは色々ありますよね例えばこれまでのインタビューでもご紹介してきましたリマン。 これは使用済みのコンポーネントを新品同様に再生していく取り組みということですよね、はい。あの小松はエンジンやトランスミッションなどの使用済みのコンポーネントを様々な工程を経て、新品同等の品質によみがえらせまして、不具合の修理や定期、オーバーホールなどの際に載せ替えております。で、載せ替えで生じました。古いコンポーネントは我々のところに返して、リマンセンターで再加工して、はい。 リマン商品としてお客様に再び供給するということで環境にも大変優しい循環型のビジネスになっております、うん、そのリマンですけれども自社開発自社生産している小松,だから小松が取り組むからこそそのお客様にとってどのようなメリットが生まれてくるんでしょうか上皇さんがおっしゃる通り、ええ、やはり第一に小松はキーコンポーネントすべて自社開発自社生産しております数少ないメーカーでございます。ええ 従って自社開発自社生産している我々だからこそコンポーネントの再生にあたっても設計や生産のノウハウ我々が培ったものを生かして新品同様の品質あるいは性能というものを保証できるわけでございますで。お客様は車両のライフサイクルを通じて安心して安価な小松のリマンコンポーネントを使用できるということになると思います。 つまり新車購入時だけでなくメンテナンスを続けていくほどに小松ならではのメリットが得られていくというまさに価値の連鎖ですね。はいおっしゃる通りですね、まあ、我々はこの強みをです、ね、全世界で生かすためにグローバルなリマンの供給ネットワークを2007年から強化させまして社内で拡大してきております。はい、世界中のののお客様にリリマンコンンコポーネントのメリットメッをご提供できる上 独自の迅速な供給体制を作ることによりまして機械を止める時間を最小限にし機械の稼働率を向上できると考えておりますそれはやはりメーカーならではの強みということが言えますよね、はい、同じようなことは我々消耗部品であります足回りの部品の拡散でも同じことが言えると考えています足回りというとどういうういことになるんでしょうかあのブルドーザーや油圧ショベルなどのクローラ式の建設機械の足回り。 これは様々な部品で構成されておりますけれども、はい、小松はこれらの多くを自社開発、自社生産して、主に日本、それから中国、インドネシアの工場からグローバルに供給しております。その足回りの部品ではどのようなビジネスに取り組んでいるんでしょうか。そうですね。一例としましては、お客様の現場をよく把握した上で、はい、お客様の作 機械の使われ方に合った最適なカスタム部品というものを開発して供給しております、うんはい、例えばお客様の現場の中には非常に硬い成分を含む土砂の上を走るためにすぐにこの足回りが摩耗するというようなことが起きて頻繁に部品を交換しなければならなくなるケースもございました、はい、このような現場向けに我々はデュアルブッシングというカスタム商品を提供しましております でこういうものを提供しますと足回りのある部分の摩耗が非常にしにくい構造に設計なってされてますので、はい、通常部品よりも寿命が大幅に伸びますで通常部品に比べて平均で約2倍から3倍、うん、最大で場所によっては5倍ぐらい寿命が伸びると随分伸びますね、はい、そういう意味で部品交換の手間もも低減されて稼働率も上がるとということになりますこういうデュアルブッシングというのは通常の部品よりももちろん高額ですけれども、えー 過酷な現場ではあー部品の寿命が長い分全体のライフサイクルのコストが低減できると考えています今日お話いろいろ伺っていますと小松だからこそできることがたくさんありますねまあ、その通りでございますね世界中の現場でいろんな使われ方を我々学んで勉強しその知識を活かして付加価値が高く高品質な足回りの部品を自社開発・自社生産して 世界中に生産供給できると、ここはここは多分小松の強みだと思います。今後も積極的にこのような付加価値の高い部品や。アタッチメントの分野の事業拡大を進めていきたいと考えてございます。まだまだいろんな可能性がありそうですね。はい。大橋社長、今日はどうもありがとうございました。